DEI 推進センター設立から1年が経ちました。当初は DEI に対して疑問視する意見も多少ありましたが、いろいろ言いながらも皆さんの意識に変化が見られた印象があります。おそらくもともと多様性についての認識や理解はあったと思いますが、具体的にどのようなアクションを起こしたらいいのかわからない、あるいは自分自身を当事者として捉えられていなかったという方が多かったのではないでしょうか。最近ではこれは DEI 的にはどうなんだろう、どうにかならないのかという相談をされることが増えました。少しずつでも具体化していったことで立ち止まって考える機会が多くなったかと思います。DEI 推進センターはつながることを重視しています。最近は若い教職員も増えて、立場の違いを超えて交流する機会が増えているようです。学部や学科、教員、職員の垣根を越えることで、より働きやすい、学びやすい環境を作っていきたいと思います。日本は未だに男女平等な社会とは言えません。特にアカデミアは閉鎖的なコミュニティでもあるため、声が届きにくいと思います。公平エクイティを達成するためには、時に不平等なアクションをしないといけません。この点は批判を受けることもありますが、公平性のためには一見不平等が起こりうることをもっと多くの人に知ってもらえればと思います。今後は DEI 推進センターの支援を利用して、女子学生が一人でも多くアカデミアを目指せるように引き続き努力をしたいと思います。また麻布大学が女性の働きやすい大学と呼ばれるような評価を得られるように、さまざまな課題に取り組んでいきたいと思います。麻布大学は伝統的に動物に強い大学ですし、これからも動物産業に貢献する優秀な人材を男女問わず多く輩出していきたいです。大学が小規模な分、教員間のコミュニケーションが密な点が他大学にない強みだと思います。センター設立から1年が経ち、学内でも今まで馴染みのなかった DEI の考え方が浸透しつつあるように感じます。私はこの1年、DEI 推進センター副センター長になったことで、職員さんと一緒に仕事する機会が増えて視野が大きく広がりました。また一研究者としては、DEI 推進センターの支援である共同研究支援に関わる研究費助成や麻布大学人材バンク、AOL などを積極的に活用させていただいたので、2024年度はその効果を発信していきたいです。今後は DEI の障壁となる自分が持っている無意識無自覚の偏見や思い込みに気づき、それらに対処していきたいです。 DEI という文言が浸透し、その考え方も当たり前になってきていることが、私自身もこの1年間で感じています。これは DEI 推進センターによる意識啓発の活動によるところが大変大きいと思っています。今後の目標は女性教員、女性役職者をとにかく増やすことです。女性限定での採用者を意図的に増やし、男女比が1対1になって初めて真っ当な議論をすることができ、本当の意味での DEI を推進できるのではないかというふうに考えています。そして日本一、アジア一の職場環境を持つ大学として実現していきたいと思っています。そのためにはもっともっと教職共同を実施して、いろんな垣根を取っ払い、自由に意見交換やアイデアを出し合える環境を作り、やりがいを感じることができる職場を作っていけるように日々努めていきます。 DEI 推進センターが設立され、学内におけるセンターの活動が徐々に浸透してきたと感じています。これまで本学では実施していなかった教員の女性限定採用を実施できたことも前進であると思います。また、しっかりとした広報や意識啓発のセミナー、ワークショップを開催しており、順調に活動が進んでいるように思います。DEI フリースペースを設置できたことも大きな成果であったと思います。今後の目標として、学内の各種委員会や部局における女性の役職者の数を増やしたいと思っています。そして DEI 推進センターの活動が大学全体の活性化につながるようにしていきたいと思います。ダイバーシティの推進は DEI 推進センターに携わる方々だけの活動ではありません。本学に勤務する全ての人が同じ思いで進めていく必要があると考えています。
学長としてこれからも DI 推進センターの活動をしっかりと支援していきたいと思います。